が鉄格子に囲まれたこの施設は、フィリピンの首都マニラ近郊にある拘置所です。拘置所の入り口です。特別に許可を得て、これから施設の中に入りたいと思います。犯罪に関わったとされる容疑者たちが一時的に収容されるこの拘置所。しかし、厳重な扉の先で取材班が目にしたのは異様な光景でした。黄色いシャツを着た収容者たちが、まるで自分の居場所がないと言わんばかりに、階段から廊下までを埋め尽くしています。このエリアは彼らの寝床よ。部屋の中は人がいっぱいで寝られないから。まさに溢れんばかりの収容者が通路に寝ることを余儀なくされた超過密実態。もちろん本来収容されるはずの室内にも十分なスペースがないため、収容者たちはこのように体を寄せ合うようにして寝る場所を確保しています。こちらの部屋にも大勢の人が密集しています。まさにすし詰め状態といった様子です。収容者同士が隙間なく身を寄せ合うその姿はまるでパズルのよう。びっしりと埋まっていて床が一切見えません。この拘置所の定員は800人。しかし現在収容されているのはその4倍以上の3600人。まさにパンク状態です。3つのベッドを12人でシェアし、空間を有効利用するためハンモックで寝る人も。ここでの生活は最悪だ。洪水のように大勢の人が押し寄せている。限界を超えた収容者であふれた拘置所、その衛生環境も。施設の中には空調設備が一切ないということで、非常に蒸し暑いです。1年の大半が蒸し暑く、湿度が高い亜熱帯気候のフィリピン。満足な空調設備もなく、収容者の健康問題が懸念されています。夜になるとさらに異様な光景が広がっていました。日中、運動用の広場として使われる中庭で身を寄せ合うように寝る収容者たち。寝返りすら打てずに眠るその様子は、まさに異様の一言。